皆さんこんにちは。今日は土曜日。今回はね、モロさんから借りたマニックパニックのヴァンパイアレッドっていうのを使ってちょっとね、髪の毛をね赤くしていきたいと思います。ね、はじめくん。イエス。それではね、このモルさんの指導のもとやっていきたいと思います。これワックスと同じ感覚で。あ、ワックスと同じ感覚で。あ、これベタベタってなんか垂れることない？あ、ないっすね、あんまり。これ耳とかついたらどうなの？これあ、色つきます。え、取れない？取れないっす。難しくない？難しいっすね、だから難しいっすよ。だから染めるときってイヤーカバーがあるじゃないですか、美容院。あるね。これはダメージがないんですよ。他のカラー剤だと、市販されてるカラー剤だとブリーチが少し入ってるんですけど、これは髪を染めるやつというよりはトリートメント、カラートリートメントなんで、髪に悪い影響はそんなにないです。トリートメント効果があるんで。モルさんが全部説明してくれた。トリートメント効果があるんで、かなり僕的なおすすめで、しかも派手髪好きな人には特におすすめですね。XJAPAN のヒデとか大好きなんだよ俺。 XJAPAN のヒデ。そうです。で、モルさん、こういうまだ全然足りない？いや、もうそんなもんで、あとトップがトップが甘い。トップっていうか、つむじ周りが甘いっすね。甘い？はい。あと、この耳周りは？あ、そうですね、もみあげもちゃんと。もみあげも？あと、襟足がちょっと弱いっす。まだ弱いか。耳後ろの襟。耳後ろね、耳がね。てか、座らない。もうないよ。どうですか？あと時間置けば OK ですよ。ここに、あとどういう風に揉み込んで終わり？はい、あと髪全体にこう、むにゅむにゅ。もう後ろとか大丈夫？あ、大丈夫ですよ。じゃあ、揉み上げとか大丈夫？揉み上げとかじゃない、あれ襟足とか。襟足大丈夫です、全部。完璧？はい。それじゃあね、3時間ぐらい経ったんで、じゃあ流してみたいと思います。髪を染め終わったんですけど、ホテルのチェックアウトの時間にちょっと間に合わなかったので、今帰りの新幹線の中で、この完成した髪色、紹介したいと思います。一緒に染めましたね。赤色ですね。はい、マニックパニック赤使いました。で、その前にハイブリッジでガーッと。そうですね、抜いて入れた感じです。入れないとつかないんでね。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。